親やなんやさんかい魚やろ魚がさっちうまかったこうやってそれで好きなのだと持ってるけ持ってるけんと思ったのも3年も溜まっとった3年も3年分来たのってスリルマスのあっという間やろがそれで3年も問い合うこの魚屋のどけおかんだなとおい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 お
朝からおらんことなったりな。
なあんた草むすびばっせんでって言われて、おりゃ草むすびばっせんでそばんじゃろ。例えば今ねお寺さん来た時、もうそこら周りもきれいにスパーンってしとったもん。やろ、うん、そばんね、ほんとほんとほんと、お心様でした。そういうことでしょ、そばんばっかと行きます。よーほら遊びに来よったな、こんなこと車でドライブに行って、それだけさ、お前キラキラキラって光るとあそこさえ張ってくる男任せチリチリみたいになったやったな。あら、そがんこともあったな。そうそう、あたりまだ心の整備ができてないやったもん。お師匠さん今ないよ、かわなんでやらしゃない髪はどがしよっか。髪じゃろ、もうあん人はもう潮時の端っこのことピンピンしとまったそうか、はい、それに
掃除機しましょう。そうしました。そして、6時に嫁ごとクッキング。あら、いいや。吉野さん、はいはい、うちは金座欄が良かった。マジか。もう、障子は破れ、床はブカブカ、うん、天井はお星さんの見えよう。やそれで、そこはもうおもろやってすぎダメ。金座欄が良かった。やっぱり壁にな、成功の一歩もあげりゃ、うっけ、嫁事な。あら、そまんかった。金座かった。うっかった。そういうふうに、あの、亀の改良ばお願いしてよかかった。あ、改良な。亀にぴったりしたとば作ってくれるな。ぜひよろしくお願いします。そういう失礼します。おーい、うーごとなっとんばーい。おーい、恋に与えた大社。